春の本格的なバイクシーズンを前にバイクの整備をしているのは岩井博之さんです。整備するバイクはイタリアのバイクメーカードゥカティ。岩井さんはその中でも笠型のベベルギアで駆動させるエンジンにこだわります。このベベルギアは1950年代半ばから1986年まで採用されていて、この方式のエンジンを使ったバイクは通称ベベルと呼ばれています。岩井さんもおよそ30年前に手に入れたベベルを所有しています。軽くてやっぱエンジンの何て言うんですか、鼓動がすごく楽しいバイクなんで、富山に触ってくれる店あんまなくっていうかほとんどなくて、まあ自分で触らざるを得なくなって触っとるっていう感じですね、はい。会社員の岩井さんは休みの日に整備を行っていて、同じベベル乗りのバイク整備は基本無償で行っています。整備歴はおよそ30年、腕前はプロ級です。特殊工具も揃え、内部品は自ら製作します。ベベルに乗る鏑木さん親子も岩井さんを頼ってここにやってきます。デザインとか音と振動じゃないですかね、そこがやっぱり魅力だと思います。じゃあ岩井さんがおられんだらどうかなんて買ってないと。あ、そうですね多分買ってないです。もうここに来れば解決するみたいな、何かこういう症状だけどとか、いろいろ一緒にああでもないこうでもないって言いながら触ったり、やってますからね。なんか困ったことあったらここ来てなんか直して、そのどかの良さをね味わってほしいですね。本当の調子のいいベベルを乗って、バイクの楽しさを実感してもらえたらいいかなと思います。はい。岩井さんが本来の乗り味に戻してくれる古いイタリア製バイク。春を前に岩井さんの整備も忙しくなりそうです。